皆様こんばんは、桜井よし子です。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ君の一歩が明日を変える。今週もお目にかかれました。とっても嬉しく思います。さて、今週のニュースといえばやはり朝日新聞です。昨日、朝日新聞の木村忠和社長が記者会見しました。これは福島第一原発の所長だった今は亡き吉田昌夫所長が国会の事故調査検証委員会の質問に答えた、この問いに対しての報道についての記者会見でした。朝日新聞は吉田調書について、その調書を読んでみると、東京電力やその関連会社の社員の約9割にあたる人たちが所長命令に違反して実は退避していた、撤退していたということを報じました。これによって海外の新聞は9割の人々が実は逃げていたんだという、大変不名誉な報道になったわけですけれども、木村社長は政府が公表した調査報告書、そして彼らが手に入れた調査報告書をもう一回検討してみたら、この表現は正しくなかったとして、撤退していたということを取り消して謝罪をいたしました。しかしその謝罪の仕方、よくよく見てみますと、これは事故の弁明に過ぎないと思いました。そしてまた慰安婦報道についてですけれども、こちらは吉田誠二氏という、この方も亡くなっているんですけれども、この方の証言が虚偽であるとして、朝日新聞はこの吉田証言に対する報道を取り消したわけですけれども、結局このことについて木村社長が謝ったのは、過ちを正すのに遅きに失したということで謝りました。この吉田証言と吉田調書、ダブル吉田ショックに見舞われた朝日ですけれども、本当の意味で結局朝日は反省していない、本当の意味で自分たちの非を認めていないと考えざるを得ませんでした。さて、今夜のお客様はこの福島第一原発の吉田所長に生前長時間のインタビューをしたたった一人のジャーナリストです。門田隆昌さんです。こんばんは。どうもこんばんは。何回もおいでいただきまして本当にありがとうまた呼んでいただきましてありがとうございます。いや、門田さんね、その政府が事故調査委員会のこの調書を公表する、もともと非公表の立場で、非公開の立場で行われた調書でしたけれども、これを公表したことをきっかけとして朝日の木村社長が記者会見をしました、その記者会見、そして今朝の朝日新聞、こちらの報道にちょっと大きくして貼り出したんですけれども、これをご覧になって、そして聞いてですね、実際にどういう感想を持たれましたか？私はね、最初記者会見があるということで、どうも謝罪するようだと聞いた段階で、それ本当かっていうことで、朝日の体質からしてそういうことはありえないけどなということで、大変驚きました。それで、実際にその謝罪をしたと。そして今朝のこの新聞紙面を見てですね、私その物量に対して非常に驚きました、で中身でもちょっと驚くところが何箇所かありましたので、例えばちょっとこれちょっと少しもうそのままご紹介してみましょうかね。例えばですね、ここ記事を取り消し謝罪いたしました、慰安婦は撤回の遅れを謝罪しました、でここ皆様に深くお詫びします、これは木村社長の言葉なんですけれども、このようにあって、これが2面3面と続くわけですけども、すごいですよね。そうなんですよ。でこれはその吉田調書をめぐる本社報道、こっちは慰安婦じゃないわけですけども、ここに命令違反撤退となぜ謝ったのかというのが検証されていますね。これは私たち後でこれを検証したいと思うんですが、じゃあ私はその横の方のですね、その左端のその横のとこ、そこでそれ、それについて私ちょっと、このなぜ取り消しが遅くなったのか、そして他のこれは共同通信の論説副委員長だった藤田さんという方が、朝日はこのなぜ、このようなことになったのか批判は免れないということでですね、ジャーナリズムの基本原則である公正さを失っていると、これは非常に貴重なその、
この意見が載ってますね。そうですね、はい、で順次ちょっと行ってみたいというふうに思うんですけれども、あの私がね気になったのはですね、吉田調書をめぐるその、間違えたのはなぜ間違えたかと、ここでですね、もう一回ごめんなさい、ここで少人数で取材し、チェックが働かなかったと言うんですね。だからその秘密を守るために多くの人に読ませることができないずに、少人数でまとめたからあのダメだったと言うんですが、でも特ダメっていうのはですね、どこの社でもごく少人数でバレないようにして検証するわけですが、それで全部こういうふうに間違ってたら、これはジャーナリズムなんて機能しないわけですが、そうですね、朝日の記者は少人数でチェックできなかったとは私は思わない。これね、あの承認ここに何らかの意図が働いていたと、まあ、状況から見て考えざるを得ないんですが、そうですね、少人数、桜井さんのおっしゃるようにね、その少人数スクープというのは少人数でやらないと、情報があの朝日新聞が言うように漏れますので、はい、これは少人数でやるのは普通です、だから少人数だからあのチェックができなかったという理由は、これはあのマスコミの常識としてはありえませんでした。ありえない、で私はその朝日新聞のこの一連の報道で一番問題、最初から問題だと思ってるのは、あの真実を確認する、事実を報道するためにはこの報道の場合絶対にやらなければいけないことがあります。それは現場の取材です。もちろんそうですね。これは現場の証言、その朝日によって命令違反で 2F 福島第二に撤退したと言われた人たちは650人おります、で福島フィフティといってその残って戦った人たち、これ69人います、合わせると700人以上取材対象がいるんですけども、今回8月18日にこれも産経新聞があのこれ一番大きなことだったんだけども、その吉田調書を引っ張ってきて大報道をやりました、でその次に8月30日に読売新聞がドンと行きました、そして共同通信もそれに続いてやりましたと、でその中でですね、この他の新聞には全てあの現場の証言が出てるわけです。あのね、私印象的なのはね、門田さんとこの問題について一番最初に話し合った時にあなたがこうおっしゃったのよ、現場で取材してる記者は、朝日の記者も含めて、みんなこの報道が、5月20日の報道が、9割がその撤退したという報道が間違いだと分かってるっておっしゃったんですよね。はい、これはどういうことかというと、その時の状況というのを取材してる人間には、要するにあれはサプチャンという2号機が本当に暴走する直前で、そしてその状態が続いてきて、そしてこのボンという衝撃音とともにその圧力抑制室、これはあの格納容器のこの圧力を調整するそのサプチャンというものなんだけども、そこに多分穴が開いたんだろう、損傷を受けたんだろうと思われる事態が発生したわけですよね、それはどういうことかというと、この損傷を受けてるわけだから大量の言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集中です。会員になっていただきますと、桜ライブ、君の一歩が明日を変えるの収録動画や桜井キャスターの講演動画をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターが書き下ろしたメールマガジンや、これまでに週刊誌などに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただきます。会費は月会費が972円、年会費が1万800円に変わります。詳しくは言論テレビのホームページでお確かめください。今年から新しく桜会員を設けました。年会費一口10万円です。桜会員の皆様には正会員のサービスに加えて桜井キャスターのサイン入り新刊本をお送りしたり、イベントへのご招待などさまざまな特典をご用意させていただきました。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット放送局を運営しています。多くの方々のご入会をお待ちしています。
経営編集長の浜田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。言論テレビの新番組が始まりました。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。タイトルは花田編集長の右向け右ウィル場外論戦です。放送は毎週金曜日夜10時からで、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるの直後の放送となります。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、うん、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそのそういう書き写しなんかをね、やるっていうのは、ね、おかしいですけどね。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストはウィル執筆人のほか、今話題の旬のゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。